1枚のカードを今選んでもらいます。まあストップと言ってもらいましょうかね。ここでストップと言われたとしましょう。選んだカードはこのカード、ダイヤのクイーンですね。ダイヤのクイーンを中に戻しておきます。ここですね。まあ1枚ずれてたらこれダイヤのキングになってたわけですけどね。まあこのね、これを選んだカードだとして、で、このね、ダイヤのクイーンを中に入れておきます。さて、この状態で選んだカードを見つけるのはね、至難の技だと思うんですけどね。ちょっと待って、軽くこう混ぜておきまして。あ、下にはないですよ。下にはないんですけども。よいしょ。まあ、一番上にもないですね。ダイヤのエースですね。さあ、選んだカードを見つけてまいりますけども、手探りでちょっと当てていくんですけど、多分このあたりかなと思います。さあ、選んだカードは、多分これですね。違いますか？あ、違いましたか？そうですか。あ、このカードではなかったんですね。じゃあこの、ハートの9ではなかったということですね。あ、で、ちなみに選んだカードって何でしたっけ？あ、ダイヤの4でしたっけ？すいません。あんまりちょっと個人的に記憶力がね、薄いんでね、なんですけども。ハートの9ですよね。このハートの9が、まあ、もしこの仮に、その選んだカード当ててくるんだとしたらですけどね。こう通すじゃないですか。ね。この瞬間に、これがダイヤのクイーン。あ、ダイヤのクイーンでしたね。ダイヤの4じゃないですね。すいません。記憶力が5ミリでした。さあ、ダイヤのクイーンがまた出てきたわけですけども。中に入れますね。この状態。この状態で中に入れて、ね、こう軽く混ぜておきましょうかね。はい、この状態です。さあ、一番目に上がってこいって言うとね、意外と一番目に上がってきたりするんですけども、お、ダイヤの4ですね。言ってたらダイヤの4が上がってきました。ダイヤの4ではなかったですよね。ダイヤのクイーンでしたかね。すいません、1枚下にカードが落ちてしまいましたけど、ごめんなさいね。はい、ダイヤの4が落ちてしまいました。ダイヤの4ではなかったですからね。じゃあ、ダイヤの4が、今選んできてもらったカードを探しに行ってくれるというわけですけどね。この瞬間に、一瞬ですけども、これで、またカードが落ちましたけどね。はい。まあ、それはさておきまして、この瞬間にダイヤのクイーンが一番上に上がってくるというわけですね。さあ、どういうことかということなんですけども、この中にこうね、表向きでいるじゃないですか。この瞬間にこれで一番上に上がってくるなんてことがあったらね、あれですけども。ね。こうやってね、この中に入れたとしても、一番上に上がってくるというわけなんですけどもね。あれ、上がってこないですね。さあ、こういう場合はどうしたらいいのかってことなんですけども、これでいきますよ。ワン、ツー、スリーってやったけど、これで、なんと1番目に上がってきたんじゃないですか。ね。この一瞬で1番目に上がってまいりました。ということで、今回の動画は以上です。